はい、2本目用意、はい。右手3回ね、3回プッシュして左手3回ね。で、真ん中まで、片足を落として、フルでダッシュね。で、負荷かける人はああいうミスト、ハンドね。はい、あれつけてもらってます。アクアミットね、ミストハンドね、ミストハンドキリアンね。はい。で、平泳ぎの人はあの、この普通のブレのプルを3回やってもらってから、片足落としてブレのプルで出していってもらってます。60から。あ、ほんで最後それつけたから言ってテンポ落としちゃあかんねんで。めっちゃ重たい。テンポは落としたら意味がないから、なるべく試合の時のテンポで、ある程度いけるように。よーい、はい。はい。そうそう。なんかね、そういう道具とか、重りとかつけた時に、ピッチとかね、ストロークの、その幅ね。ストローク長ですよね。それが、ちょっとね、短くなったりとかするのはあまりね、意味がないので、同じようなね、同じようなテンポと、同じようなストローク長で、やってあげるっていうのが、まあ、大前提になるんで、ね、そこだけちょっと気をつけてやってもらったら、OK なんで。あと一本。はい、オッケー。